ごめんなさいね、ごめんなさいね。やばいやばいやばい、そういうことか。もうやだ、そういうことか、そういうことか。だから口、うん、最悪だ、口に色がない。うわー、そういうことか、忘れた。もうこんばんは、広島県出身22歳のふっぴこと藤本冬香です。わー、ごめんなさいね、ちょっとバタバタしてまして、ごめんなさい、ごめんなさい。あ、ハートありがとうございます。え、なんだ、白い花みたいなのありがとう。ハートもありがとう。なにこの白い花、パンジー。あ、かわいいギフトありがとうございます。そう、なんかちょっと口に色がないなと思って。あ、かわいいギフトありがとうございます。すごい、パンジー、パンジーじゃなくてなんだっけな、デイジー。口に色がないなと思って。はあ、そことか。なんかね、今日気づかなかった、なんかないなって思ったんですよ。口に色がない、うーん、なんかがないなと思ってずっと。そしたらね、思い出した、劇場にリップ忘れてきちゃった。またもう、いやー、どうしよう。明日、でも明日いい公演あるから、キャさん、キャさん、キャさんに頼もうかな。ミスさん、最悪、これでもう、ないよね。またメイク道具劇場に忘れた。なんかないと思った。なんか思い当たる節がある。棚に置いたままさ、持って帰ってきてなくてさ、いつものリップがないことに今気づいて、ショールーム今始めて、もうすぐ始めようと思ったらね、口に色がなくてね、リップ塗ろうと思って探し始めたらリップがなくって、あれと思ったら劇場に忘れたことを思い出した。今でも人数がさ多いしさ、同じようなリップ使ってる人いるからさ、もう一回その日忘れたらさ、もうほぼなんかもう戻ってこない確率の方が高い気がする。同じようなリップ持ってる人いっぱいいるから、これ私のだと思って、間違い取られたらもう終わりなんだよ、ね、人数が多いからさ SKE は。そうだから本当、でもみんな女の子ばっかりだしさ。あ、マーガレットっていうのありがとうございます。そうなんか、まあなんか、なんだろうね、男の人の中にさ一人女の子がいただけだったりとかしたらさ、なんかさ、まあそのね、まあ、男の人でもメイクする人いるけどさ、まあ大体この人のかなっていうの分かるけどさ、
女の子ばっかりのグループでさ、みんな同じようなメイク道具使ってるから、全く同じ人もいるしね。だからね、忘れたりとかなくしたりするとね、間違えて撮っちゃうこともあったりするじゃないですか。だからあるかな。やばい、何もかも忘れたな。やばい、これもないし、あれもないし、やばい、本当に全部忘れてる。リップもないし、あ、やばい、もう一個忘れ物に気づいた。ハートありがとうございます。待って、全然ギフト読んでなかった。ハートとデイジーとハートとかわいいギフトとハートとデイジーとデイジーとハート、ありがとうございます。この前の一昨日だっけ、一昨日の劇場の定点映像も持って帰るの忘れてる。定点トリップ、ダメだ。やっちまっちまった。メイクが完成せんまま、今日は夜できないと思ったんですけど、できそうなのでちょっとやります、ちょっとなんでバタバタですね、本当にごめんなさいね。本当に困っちゃうわね、ちゃうわ。リップ。早く言わなきゃ。待って、あそこに置いてきたっけ？お見送りの前リップ塗ったっけ？でも持って帰ってない、いや、お見送りの前にリップ塗り直してないか。あ、棚に置いてます。よくない。でもないのは確かですね、ないのは確かなのね。カムカカバンの確認しない、ない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 な、忘れた。ないわ。うーわー、やっちまった。もうやっちまった。明日いい公演だから、いい公演、いい公演だ。
からキャさんかミスさんに頼まなきゃ、取って帰ってって。やっちまったな。どうしたの？え、忘れ物をしました。リップがなくて。でもなんか違うリップの色があるんだけど、なんかあんまり色がつかないリップしか持ってないから、ちゃんと色がつくやつは。え、待って、本当に、え、もう、え、あ、ま、買うしかないわ。だってあー買うしかない。あー悲しい。うん、ダメだ。あー待って、またギフトが。ありがとうデイジー、ありがとうハート、ありがとう。いや、リップ高くないですよ。リップ高くないでしょ、なわけないでしょ。リップはね、いくらするかな、まあ、種類にもよりますけどね。今劇場に忘れたやつは3,000-4,000円ぐらいはするかな。どうした、どうしよう。でも明日 E 公演にキャさんとミスさんが出るから、2人に聞いて取ってきてもらおう。これでなかったらもう買う、また買わなきゃいけないの、メイク道具。なんで、ばっかりよ。そうですよ、まあ化粧品はまあでも別に安いやつもありますけど、今使ってるやつはたまたま3,000-4,000円ぐらいのやつ使ってますね。劇場に忘れちゃったよ。ああだからだ、なんかメイクポーチに足りないなって思ってたんですよね。やっちまった。これで明日なかったらもう買うしかないな、買うしかない。あーうーんハートありがとうございます。あー15分が出た。でも今日昼に出たんですよね。あーやっちゃった、やっちゃった。明日キャさんも、でもね、あ明日に、今日言ったら多分キャさんもミスさんもそれ自体忘れちゃいそうだから、みんなね、みんなさ、まあ忘れますよね、みんな。あ、ハートありがとうございます。違う、探してみた方がいいとかじゃなくて、もうあるって分かってる、多分置いてきた。だってもう記憶がちゃんと鮮明にあるもん。置いたなっていう記憶があるもん。明日取ってきてもらおう。いい公園があるから。それでもし誰かが間違えて取っちゃってたら、あ自分のだと思って取っちゃってたら、もう新しいのを買うしかないな。ああかわいいギフトありがとうございます。そうしよう。そうやっぱりね、なんか予備のやつとかもあるんだけど、なんか色がそんながっつり濃くつくやつを持ってなくて、
そう、公園とかで使うがっつりしたやつを公園用とかお仕事用とかにしてたから、それがなくなっちゃったのでね、もうわね、忘れ物しないように気をつけてね、確認とかし、そうだよね、そうなんだよね、分かってるんですよ。でもね、なんかやることがいっぱいあるんですよね、公演終わってからも。だからなんか、まあしょうがない、明日聞いてなかったらもう買うしかない。あ、でもどうせちょっと、もうちょっとしかなくなってたから、まあなくなったら運命って思うしかない。なくなったら運命っていうことにしよう。それも人生。さすがに自分のもの、ね、いやでもね、全く同じの持ってる人いっぱいいるんでしょ。メイク道具とかメイクポーチとかも、もう本当に全く同じの種類ね。やっぱこんだけ70人ぐらいいるグループで一人も被んないってことはないから。しかも人気なお化粧品とかはみんなやっぱ人気のものを使ったりするから、みんな一緒なんですよ、みんな持ってるの。だから本当に、あ、わかるでしょうって思うけど、本当にわかんなくなるの。全く同じなの、みんな。そう、しかもみんな全く同じで、みんなそれをよく使うから、減り具合とかもみんな結構同じだから、本当に自分のか他の人か本当に分からなくなるの。そうですね、名前書いとかないとダメですね。名前書いとこう。本当に思うでしょ、なんかね、メイクねしない人はね、ちょっと分からないかもしれないんですけどね、本当に女の子の化粧品は本当に人気のやつはみんな持ってて、そう、みんな持ってて、みんなそれをつけるから本当に分かんなくなる。え、これ誰のリップ？みたいな感じになるのは本当に本当にあるんですよね。 そう、だから願うしかないな。待って、誰がハート100個くれたの？ハート100個受け取ってありがとうございます。あー、ハートもありがとうございます。ふさんはね、メイク道具をなんか間違えて取ったことはないけど、立ち位置表とかをね、分かんなくて人のが入ってたりとかすることあるよね。でも本当にね、しょうがないさ。デイジーありがとう、ハートもありがとう。まあもうなくなったらもうなくなる運命だったって思うしかないよね。ない。 ハート100個ありがとうございます。しょうがないよね、本当に。ダメですな、本当に。ボケナスだ、本当にボケナスと思う、自分。新しいこと出会うきっかけにするね。確かに何回も書くけど本当珍しい。え、何が珍しいの？何？さんが珍しい。誰だったかな？イさんかな？イさんはなんかな、お名前シールみたいな何かに貼ってた気がするな。
何かに貼ってた気がする。私も名前書いとこう。名前書いとこうね。いつもしっかりしてるから、全然しっかりしてないですよ、本当に。分かってないですよ、ふさんのこと。もうふさんはしっかりしてないです、本当に。なくし物は何ですか。盗んだバイクで走り出す。困っちゃうわね。ね。やだね。やだね。ったらやだね。そうなんだよ。もうやだやだやだ。もう嫌になるよ。おかしいと思った。なんかメイクポーチに何か一個足りないなって思ってたんですよね。でも、もういいや。忘れよう。なんかいろいろ感じることがありますね。そしてもうみかん箱買いするの二度とやめる。なんか本当にダメだ。まあでもこうなることは分かってたんですけど、本当にみかんって食べだしたらどれぐらい食べれる、もうどれぐらいでも食べれますよね。私もう1日に5個とか6個とか普通に食べちゃうから、本当に買わないでおこう。飽きないんですよね。一生ね、美味しくてね、止まらないんですよね。しかもなんか結構みかんってほとんど水分じゃないですか。だからなんか喉乾いたらなんかもともと水分取るのがそんなになんか得意じゃないというか、そんななんかすごい、なんだろうな、水とかお茶とかすごい水分取る人いるじゃないですか。もう普段から一日に、なんだろうな、食事の時、ご飯食べる時もすごいなんかすごい水飲む人とかいるじゃないですか。でも私ね、一日コップ一杯とかしか飲まない日たまにあったりするぐらい、なんかそんなにね、飲み物飲むのが得意じゃないというか、そんなに飲まないんですよね、もともと。あんま喉乾いたっていうのが少ないんですよ、人より。公演中も全然ペットボトル1本分とか丸々なくなる人とかいっぱいいるけど、全然半分以上余るぐらいね。そう、半分以上余るぐらい全然水分そんな飲まなくて、別に我慢してるとかじゃなくて喉が乾かないんですよね、普段から。ご飯食べる時も全然飲み物なくてもご飯食べれる感じで、だけど最近みかんを箱買いして、なんか喉乾いたらお茶とか水とか飲む前にみかんで水分補給できるって思っちゃって、みかんをいっぱい食べて水分を取ろうとしてる、する考えになっちゃって。そうそう、あ、そうなんですよ。だからね、でも1個食べだしたらね、なんかみかんってすごい水分あるなと思ってね、5個ぐらい食べちゃうんですよ、一気に。しかも食べても食べてもみかんあるから、
そう食べちゃう。だからもう半分ぐらいしかないんですけど、あっという間にみかん。そうだけだからもうでも買わないでおこうって思った。いや美味しいよねみかんって、飽きないんですよね。しかもなんかリンゴとかなんだろうな、リンゴとかさもうちょっとオレンジとかだとなんか手軽に食べられないじゃないですか。リンゴはなんかちゃんと切って皮を剥かないと食べられないしね、ちょっとそれがあれですよね。もうみかんの大きい版みたいな、そうオレンジとかだとなんか包丁で一回半分に切ってみたいな感じに、そうしないといけなかったりとかさするけどさ、みかんって本当にさ手さえあれば食べれるじゃないですか。もう皮剥くだけで食べられるから、何も洗わなくてもいいし。そうそう、なんかいちごとかも好きだけどやっぱ洗う手間があるじゃないですか。本当に手間が何もない。包丁も使わなくてもいいし洗わなくてもいいし、本当に手間がなくてすぐ気軽に食べられるから、すごいねボンボン食べちゃってね、美味しいよね。なんか飽きるかなと思ったんですけど、食べても食べても食べても飽きが来ないんですよね。美味しいしね。だからね、でももうなんか良くない、余計に良くない余計に良くないから本当にやめようと思いますね。食べ物ってさ、いっぱいあるといっぱい食べちゃうよね。そう、最近はねビタミン C の女ですよ私。そうキレートレモンの瓶が家にめちゃくちゃあって、ここ2週間ぐらい毎日飲んでるから14日間ぐらい14瓶ぐらいはキレートレモンとかボッカレモンとかのレモンのなんかレモンのドリンク、瓶に入ったレモンドリンクがいっぱい毎日必ず1本飲むようにしてて、あと最近みかんもそれにプラスして食べてるから、もうビタミン C よ体が。そう確かにね肌の調子はいいかもしれないけどね、うん、なんかビタミン C だなって思う。そうビタミン C よ本当に本当に。いやでもね食べちゃうねいっぱい。なんかまあ実家で毎冬あの箱でみかん買ってた時はさ、もう食べるの自分だけじゃないからさ、あーまあでもいやそう関係ないな、一緒だった。広島にいた時も1日5個とか6個とか余裕で食べてた。食べる時10個とか食べてたな。一人暮らしとか関係なかったな。本当に良くないからやめよう本当にそうそうそう、みかん本当に食べるんだよ。フルーツって食べれますよね永遠にね。そういちごもめっちゃ食べれるしね。そうそうなんだっけな、ぶどうもさいっぱい食べれるよね。なんかおっきいぶどうはさちょっと大変だけどさ、ちっちゃいなんかプチプチみたいなさぶどうとかさ一口でピュッて食べれるから、それも永遠に食べれる食材ですよね。そう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 、フルーツっていくらでも食べれる。何も食べれるか、メロンとかもね永遠に食べれるよね。いや美味しいよね果物って。でもなんか普通のお菓子とか食べるよりフルーツ食べた方がまあ体にはいいかもしれないですけれども、
ね、そうなのよ。あ、もうでも、あーよ、あーね、よくないね。そう、人工的なものが入ってないからね、健康的だと思うけど、それで水分を補おうとするからそれはちょっと良くない。でも確かに疲労は結構軽減されてる気がする。どうなんだろう、どうなんだろう、どうなんだろうかね。フレッシュレモンになりたいな。いや、ビタミン C すごい取ってる最近、本当に。1日1本寝る前に必ずレモンのドリンクを飲んで寝るようにしています。意味があるのかは分かりません。ハートありがとうございます。うん、意味があるかは分からないけど取るようにはしています。ビタミン C はね、人の体には何が必要なんだろう。ビタミン C と、ビタミン C は肌がきれいくなる、頭が良くなるのはビタミン何だろうね。ビタミン何、ゆかさんもともとお肌きれい、いやーもともと汚いんですよ。うん、そうけどね、信じられないぐらい高い化粧品使うようになってからね、あんま良くなりました。ビタミン C 取ると疲れが早く取れる。DHA はね、サプリメントの飲んでますね、魚の。でもなんか、フサンは一回ドリアンを食わない。ムサイ君もイケメンも髪一重、女の子それぞれの理想形、みんなから見向きされなくたって私だけの人数、私がハマったドリアン少年。ドリアン少年ってこと？美味しくない？サプリメントに美味しいとか美味しくないとかあるの？ないよ。つぶつぶの薬みたいなの飲んでるけど頭良くなった感じがしない。まあまだ5日ぐらいしか経ってないからか。腹筋はどうですか？腹筋は毎日しています。背筋もいっぱいしています。寝る前に。3月に入ってからは今のところどんなに忙しくても、どんなに公園で疲れても必ずやってる。偉いね、いろいろやってます。筋トレは B1 取ると記憶力よく。ビタミン B1 は何かな？魚？魚？なんでさ、魚を食べたら頭が良くなるんだろうね。魚って頭がいいのかな？魚って頭いいのかな？
魚が頭いいんだったらさ、生きてる魚の脳をさ、あ、待って、めっちゃグロいことし言おうとしたからもうやめよう。なんだろうね。魚のどこが、どこにあの頭が良くなるさ要素があるんだろう。魚の脳かな。魚の血がいいの？魚の血が頭いいのか。魚自体が頭いいから食べたらあの頭が良くなるのか。魚のどこの部分がさあの人間にとって頭良くなる場所なんだろう。脳か。DHA の物質はどこに入ってるんだろう。魚の血に流れてるのか、その成分 DHA の成分は魚のどこにあるんだろう。魚の脳に DHA が入ってるのか、魚の血に DHA の成分が入ってるのか、魚の皮に DHA の成分が入ってるのか、それによってどこに DHA の成分があるんだろう。魚の油じゃあ別に魚食べたところで意味ないってこと？で魚をさこう掴んでさギュって魚をし、あ、待ってやめよう。魚、よくわからない。あ、初見の人ありがとうございます。なんか難しいね、よくわかんないわ。なんか本当に私って頭よくないと思うね。魚の油がいいんだね。じゃあ別に究極なことを言えば、魚自体を食べなくてもこのさ、待って、グロいことしか、グロい表現しかできないからやめる。想像をしてください、私の言いたいことを。ちょっと自分で喋るとグロテスクなことを言ってしまいそうになるので、ここでは控えたいと思いますが、ね、何なんだろうね。はてはて、汗。DHA サプリメント売ってる。売ってるよ、飲んでるよ毎日。今日も飲んだ。本当に頭良くなるの。ちょっと何の話をしているんだろう。ごめんなさい。みんな、私は疑問がたくさんあるので、なのでさ、いろいろ教えてね。なんか私ね、自分がね体育会系だなって思うことがね、まあ、みんなかもしれないんだけどね、体力で疲れるよりも頭使う方が疲れるんだよね。当たり前かな。なんか疲労感っていうのかな、なんかそうなんだけど、なんか究極なことを言ったら、例えば
100m 走とか、 100m 走は短い、持久走とかマラソン、そうマラソン、マラソンを、マラソンじゃないな、例えば丸々1時間あって、1時間ずっと走り続けるの、マラソン1時間のマラソンでずっと外を走り続けるのと、1時間勉強し続けるのだったら、結構体力的にはみんななんかマラソンというか1時間走り、休みなしで走り続ける方がなんか疲れるっていう人の方が多いかもしれないんですけど、私は1時間勉強する方が疲れるんですよね。なんか体力的な疲れはそんなに大丈夫なんだけど、頭を使う方が疲れるなって思うんですけど、それはでもやっぱりずっと運動部だったからそういう考えになるんですかね。みんなもそういう感じなのかな。でも文化系の人というかお勉強が好きな人からしたらさ、いやいやとか、運動が苦手な人からしたらさ、なんか なんだろうな、いやいやずっと走り続ける方がはるかに体きついでしょっていう人がいるかもしれないけど、私はそういう疲れより頭を使う疲れの方がすごい感じるんですよね。それはでも結構学生の頃からですね。持久走とか疲れるけど、そんななんか1時間お勉強して頭使う方がめっちゃ疲れたってなる。あ、めっちゃわかるって言ってる、わかるって言ってるね。みんなはどうなんのかわからないんですけどね、そういう系なんですよね。だからさ、公園とかもさ、全然公園とかそういうのもね、なんかでなんか動いたりとかするのはなんかね、全然いけるんだけど、それを覚えるまでの方がなんか疲れるというか、そう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 、本番動くのは全然、あ、ハートありがとうございます。そう、本番ね動くのは全然大丈夫なんだけど、それまでちょ覚えたりするのがすごい、何を言っているんだ私はあーもうやだハートありがとうございます。脳は全力で使えば熱が出ますよね、はあ、確かにそうなのかな、知恵熱というか、そうなのよね。いや違うの違うの、そう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 、みんなはどっちのタイプかなと思って、私はその脳が疲れるタイプなんですよね。あ、いいねギフトありがとうございます。知恵熱って本当にあるのかな、いや私出たことあるかな、知恵熱、勉強しすぎて熱が出たことはないな。でも人生の中で、なんだろうな、人生の中で一番私が勉強したなって思うのは、人生の中で最強に勉強したなって思うのは小学校の時ですね。小学校は何歳かな、今22歳なので、小学校は10年前、最強に自分がもう本当に本当に勉強したなって思ったのは小学校の時ですね。そう、うん、あの時は本当に勉強したし、本当に勉強したけど、それが最後だった。だからみんなすごいよね。私はそう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 、なんかさ、だから本当に大学受験とか
もう私も受けたけどさ、なんだろう、本当にすごいなって思うよね、みんな。いやもうね、なんだろうね、みんな本当にすごいと思う。大学受験って本当にすごいわよねすごいわよねというか、すごいわよね、大学受験なんてさ。なんであんなに範囲広いんだろうって思ったし、なんであんなに難しいの解けるんだろうって。みんな偉いわねね、みんな偉いわね。大学受験大変よね。今やってる人もいると思うけど、本当にすごいと思います。なんかすごいわよ。数学得意でした。すごい。でもみんなってさ、この学生の時代の時にやったことってまだ覚えてるんですかね。みんなファンの人に高校とか中学校の教材とかさ、ボンって渡したらみんな解けるのかな。自分併願してるから明日も受験、明日受験ならもうお休みした方がいいと思います。受験ほぼ忘れました。数学とか忘れてな。覚えてるの何が覚えてるんですかね。なんだろうね、なんか覚えてないですよね、やっぱりそういうのでさ。うん覚えてないですよね。因数分解ってなんだっけな。ね。思い返してみたら、本当にどこにモチベーションがあったんだろうって思いますね。でも勉強してて、例えばですけど、私なんだろうな、例えばもう私の話じゃなくて、例えばだけど、例えばちっちゃい子がアイドルになりたいって思ったりとかしたら、そのアイドルになるために何が必要かって考えたら、まあ、ダンスとか歌とかってなったら、まあ、ダンスを習いに行こうとか歌を習いに行こうってなって、その歌のことについて必死に勉強したりとか、ダンスを必死に練習したりとかするのは分かるじゃないですか。だけど学校でさ、なんか例えばなんだろうな、なんだろうね、自分がなりたいって思ってるものがはっきりある人とかは、なんか絶対に将来使わない教科とかもあるじゃないですか。もうなんか決まってない人はいろいろいろんな教科を受けて、なんだろう、自分の好きなことを探そうっていうのはわかるけど、なんかもうこれは絶対になるって言った時に、他の教科がそれに一切使わなくて関係ない時に、どこにその勉強するモチベーションがあったんだろうって今となっては思う。ね、だからすごいなと思っていますね。みんなさんもなんであんなに勉強できたんだろうって思う。そうそう、教養として、そうそう。でもさ、なんか大人になって、まあ普通に教養がなんだろう、学べたなって思い返した時にはいいけどさ、その渦中にいる学生の時ってさ、なんかね、必要ないかもしれないけど、テストでいい点取りたいとかさ、なんか必死にお勉強頑張るじゃないですか。すごい、どこにモチベーションがあったんだろうってすごい思いますね。よく頑張った。
あ、ハートありがとうございます。資格と免許を取るために大学行く。うん、偉い。ね、すごいよね。さんは何をモチベーションに勉強を頑張れてたんだろうね。すごいわ。モテたい、モテたい。確かに頭がいい人はモテますもんね。それは確かにそうかもしれない。なんでだろうね。特に小学校の頃はさ、頭がいい子と足が速い子はすごいモテモテになりますよね。うん、それはちょっと間違いないですね。さんもそうやった。頭が良くて、あ、クラスで一番足が速い人がなんか好きだなって思ってましたね。うん、でもふさんだけじゃなくてみんな好きだった。女の子、その人のことがいっぱいいた。でもみんなは多分ね、あれだな、みんなの理由も多分ね、あのあれですよ、足が速いからとかですね。なんでだろうね。クラスに一人とかいますよね、絶対。学年に一人とか足が速い子、足が速い人ってなんであんなに人気になれるんだろうね。うん、そう、みんな女の子みんなその人のことかっこいいなって言ってた。ふさんまだ小学生、10年前。そうです、10年前です。10年前です。でもふさんはね、そうずっとね、なんか足が速くて頭が良くていいなって思ったけどね、中学校に入ってね、それが本当に足が速いだけで本当になんかかっこいいなって思ってたんだっていうことに気づきましたね。1年後に、え、なんで好きだなって思ってたんだろうって。やっぱりそのあるんでしょうね。なんか私まだ大学途中までしか心理勉強してないけどさ、きっとあるんだよ。そのなんかちっちゃい時には、ちっちゃい時のそのなんか足が速くてかっこいいって思う心理が絶対あるんだろうなって思う。そうそう、絶対。だって中学校になって思い返して気づいた。もう中学校になって、小学校の時ってなんで足が速いだけで好きになってたんだろうって思って。みんな女の子そうだからね。でも中学校になって、え、なんでだろう、なんでだったんだろうって思う。そう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 ね。なんかそういうなんか心理がありそうですよね。深いですね。だってさ、大人の人でさ、まあでもそっか、でもオリンピックにさ出てる方ですごい足が速い方とかってさ、やっぱ人気になるじゃないですか。テレビとか出たりとかして、マラソンで足が速かったりとか、短距離走とかオリンピックとかでも足が速い人ってさ、すごい人気あるじゃないですか。だから人間の本能でさ、足が速い人って足が速い人なんですかね。深いですね。ふさんはちょっとよくわかりませんけれども、考え出すと深いですね。塾で出会ったその人は、ああ髪の毛がボサボサで、長いメガネに、ダサいメガネにリュックサック、でも全国の模試3位、決して女の
子たちにモテるタイプじゃないけれど、なぜか気になつまらなそうに勉強してる主催子、恋の傾向と対策教えて。あと5分したら終わろう。恋の傾向と対策って楽しいです、踊ってて。座りたい心をカンニング、フさんの言うこと深くていい感じ。いや深くはないんですよ、フさん。なんかね、疑問がいっぱいあるんだよね、生きてきて。なんでっていうことがいっぱいある。それは知らないからかもしれないけど、心をカンニング。野球部とサッカー部モテるよね。え、そうなの？それは知らないな。高校とか中学で何部がモテてるとかは知らなかったけど、うん、小学校の時にね。でもどの学校のどの年代に聞いても足が速い人がかっこいいっていうと思いますね。心をカンニング、テン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 。素直に素直に不参が羨ましい。何にも疑問が持てなくて苦労した経験があるそうなの、さ、疑問だらけで逆にね困るんだよね。何に対しても、え、なんでって思っちゃう。なんかたまにね、本当にね、たまにね、すごい考える。たまにすごいいろいろ考えるんですよ。壮大すぎる時がありますね。なんかそうなのよ。テニス部の女子スキピだったそうなの。テニス部、テニス部っていいよね。テニスしてる女の子っていいよね。西野七瀬さんがね、私すごい推しメンなんですけどね、西野七瀬さんがね、あのドラマでね、テニス部の女の子をしていた時にね、さんはハッとしたよ。ポニーテールの女の子って可愛いなって思った。あ、ハートありがとうございます。そうよ、今日は3月の4日よ。あ、そろそろ35分になるから終わろうかな。ハートありがとう、いつもギフトくれてありがとう。そうね、面白いかい？よかった。今日は夜配信できないと思ってたんですけど、スクショするのでもう一回ください。え、何のスクショかな、何のスクショですかい？来月フさんに会える、待ってるよフさんは。そう、トーク会ありますね。トーク会フさんまだ完売出てなくて困っちゃいです、悔しいですでも頑張ろう。前回みんなが頑張ってくれてもらった3部を
実力じゃないや、二部に落とすことはできないというプレッシャー、頑張るから、もしよかったらねお願いします。何人か宣伝のツイートしてくださっているあの方もいて、ちょっとねそういう方は保存とかもしてるので、画像をお借りしてね、インスタグラムのストーリーとかツイッターのなんかフィーみたいなやつ何フィーみたいなやつ、フィーじゃなくて何あれ、ツイッターのフィーみたいなわかんない、インスタグラムはストーリーでしょ、ツイッターにもなんかピーみたいな、なんかストーリーみたいなやつわからないんですけど、そう、それとかにね載せさせて、あ、フリートフィーって書いてあるみたいなやつ、ツイッターのなんだろうな、ちょっと英語が読めないんですけどあのわからない、インスタグラムのストーリーとみたいなやつインスタグラムのはストーリーでしょ、そう、ツイッターのストーリー版みたいなやつ、なんかよくわからないですよね最近、ああいうのいっぱいありますもんね。あ、フリート、ちょっとわからないんですけど、そういうやつとか、そうにね画像を使わ、なんかありが、そう見つけたらね、ちょっと自分もまだなんかまだ宣伝のツイートしてないから、自分でも来てくださいって言おうと思うんですけど、なかなか難しいとは思うんですけれども、でもちょっと頑張らなきゃなと思うのでね、頑張っていきたいと思います、いやでもありがとうございます、本当に。3月11日が締め切りなので、でもまだまだだなと思ってたけど、まだまだだなと思ってたけど、言うてもあとちょっとなので、いろいろね難しい方もいると思うんですけど、もしねちょっとでも気になるなと思ったら来てくださったら嬉しいなと思いますね、非常にね非常にね、こればっかりは頑張るしかないんだからね、なかなか。でもふさんはちょっと話したいなって思ってくださったら嬉しいですね。あと本当になんか素朴な疑問がこうショールームとかでもあるので、なんか疑問を投げかけた時にちょっとメモしていただいておいて、そのトーク会で話すことがなくて迷ってる方は、そのショールームでフさんが投げかけた疑問にちょっと答えてほしいですね。ちょっとトーク会で教えて、本当に。なんで初突猛進じゃなくて初突猛進なのか、なんでイノシシって書いてちょって読むのかとかいろいろさ疑問があるので、ふとしその教えてください、来てぜひ。何でもいいですけれどもね、公演の感想でもいいし、何でもいいんですけどね、とにかくお話ししてくださったらしいね。そう話すことがなくて、なんか行くか迷ってるよっていう人がいたら、その疑問に返信し、疑問に答えてほしいです。そうですね、よろしくお願いします。
プさん押していくね、ありがとうございます、頑張ります。そう、いろいろね疑問があるんですよね本当に。 それもあるし、 DHC じゃなくて DHA、 魚にはさ、どこに DHA がいっぱい詰まっているのか、一番とかね、いろいろあるので、それに答えてください。ふさんなら笑いはつきなそう。そう、ふさん笑いつきないと思うので、よろしくお願いします。今回はコスプレもするし、結構本格的な感じなので、ねずこもね。ねずこもあるのでね、そうねずことかねずことかもあるのに、あるのでぜひぜひね、よろしくお願いします。ふさんにあーもうダメだ、今日は何言ってもダメなんですということで、まあトーク会ね受付中なので、ぜひ来てくださったら嬉しいです。ガリレオ、あ待って、終わろう、本当に終わろう、待って、結局40分だと思ったけど42分になっちゃった。45にしよう、本当に45分にしよう。なんかねコメントでね、あの時間来たよっていうのが最近ね来なくてね、喋りすぎちゃう結局。でも最近本当に15分しかできてなかったから、今日はちょっと長めにできてよかった。ルンルルルンルルルン、あれが北川賢治だ、君はそう。あー白間みるさん卒業されちゃいますね。なんか SKE の1期生と NMB の1期生が今年消えちゃうんだと思うと、消えちゃうというかね、そのグループからさ、この1期生がなくなるね、在籍してる1期生が卒業されてね、一人もいない規制になっちゃうっていうのが寂しいね、非常にね。非常にね、びっくりよね、寂しいね。なんだかな、なんだかなね、 AKB の規制もね、なんだかな、なんだかな。あ、ハートありがとうございます。寂しいですわね。サンモン、サンモね、妖怪ウォッチってさ、もうやってないんですかね、妖怪ウォッチ。妖怪ウォッチ、一時期妖怪ウォッチのパンを食べるのにハマってたんですけど、今も売ってないですよね妖怪ウォッチのパン。うーん、そういえばマリオのコラボも終わったのかな、今もうない気がするな。セブンイレブンね、妖怪、あーごめんなさいね、どうした急にって言われた、ふと思い出したんですよね、妖怪ウォッチのパン食べたいな。まあいいや、あ44分だ、そろそろバイバイって言ったらいい感じで45分で切れると思います。ということでありがとうございました、皆さんさようなら、先生バイバイ、
先生さようなら、皆さんさようなら、バイバーイ。